本日のテーマは失敗談や学び、ターニングポイントです。それでは MC 比嘉さん、お願いします。今日も新たにイノベーションよろしくお願いします。今週はですね、国頭村認定の熱中水の森セラピーガイドをされております中村実さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はね、そのいろいろ一番自分が印象に残ったのは、なんかこの沖縄の方と触れた時のその優しさというか、そこにものすごい衝撃というか感動を覚えたんだっていうのが面白いと思って、なんかやっぱりそこにいると自分たちは当たり前でなかなか気づかないんだけども、やっぱり違うカルチャーとかその辺にちょっと触れると、人ってやっぱりいろんなところに気づくんだなというのが勉強になりましたね。まあ、本日のですねメインテーマに早速入っていきたいんですけども、まず失敗談、そこをまず伺っていきたいなと思います。挙げていただいたのがですね、20歳代ギターの演奏を試みたが指が動かず音楽を諦めきれず10年前からオカリナを始めた。思えば人生失敗だらけのようにも思える、まあ、そういったことを話されています。まず質問としてはですね、このそもそもこのオカリナに出会った、出会って始めようと思ったきっかけってどういったことだったんですか？他の楽器もいいんですけど、ギターとか、はいはい、他にいっぱいありますよね、はい、でも癒しっていうんでしょうかね、はい、なんか他の楽器とは違うこう、はい、あやふやな、はい、怪しさっていうんでしょうか、はい、それがあったんですよね、はい、この音というかその楽器の自体にってことですか、バイブレーションというか、はい、そういう、まあ心理セラピーでいうと F 分の1揺らぎっていうのがあるんですけど、はい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 、それに近い、はい、普通の連続性トン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 っていうの中に連続してますけど、はい、その途中でも連続してないこうイレギュラーな動きがあると、はい、かえってそっちの方も、はい、快感になるんですよ。ジャズみたいなもん、はい、タッ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 タントントンこうなんかそういうこう、はい、時々こう違うのが入ってきたり、心地いい違和感があるんですね。日本語で言ってもね、小気味いいっていうようなね、はいはい、だからあやふやな楽器じゃないですか。確かにさっきほどおっしゃったその揺らぎ、うん、あれって例えば美空ひばりさんとか、はい、今で言うと宇多田ヒカルさんとか、はい、方たちのビブラートにもそれ入ってるって言われてますよね、はいはいはい、まだそういう形で聞き心地がとてもいいっていうところから、じゃあオカリナにご存知で興味をそそられたっていうことなんですか、うん、そうそう、入ったきっかけって何だったんですか？だから以前にね、はい、こちらにお邪魔した加藤由美香先生の、はいはいはい、体験会があったんですね、はい、その時がちょうど、関東じゃねえ、東北の震災の時、はい、その前日かその辺り、で10年前ですか、はい、そうなるんですけど、はい、その体験会に参加したと。じゃあそれ体験会で実際吹いたり、うん、そういうのをやって、あ、これやってみたいっていうふうに思ったってことなんですか、はい、何しろこれをやりたかった、ね、フォークソング世代としてはでやれないわけでしょ、この指短いんですよ、はい、加藤先生にこう指見て笑われたんですけど短すぎるみたいなとにかく楽器で演奏したいんだっていうまたよく伝わるわけですよ、うん、そうそう、変な言い方だけどミュージシャンになりたかったっていう。ああ、そうなんですね、なん か憧れるじゃないですか、はい、そうですね、なんか楽器一つやれるとね、なんかモテるぞみたいな。だって中渕剛さんとかのハーモニカとかもむっちゃかっこいいじゃないですか、はいはい、あれにも近いっちゃ近いですよね、口元でこうお金なんで。そうそうそう、あ、なるほどですね、なんかマスターしないとダメだみたいなね、しかし今、はい、今だりですよ、はい、金振ってんですよあ、でも一応どんどん少しずつやっぱ上達されて、そうですね、ドはドって分かるんですよ、それも分かるんだけど瞬時に例えばドラミファソラシドってこう、はい、あるけど、はい、急に言われてもドレミさんそらしてどうでみたいな振ってあるから、はい、ちゃんと吹けるんだって。なんか、まあ興味ある方はね、ちょっと
以前出ていただく加藤先生のオカリナ教室というのをまた明日ちょっとご紹介していくんですけども、それをまたあの検索されてみてはという形ですね、はい、そんな中村さんですけども、この失敗ですよね、うん、思えば人生失敗だらけのだらけだったとも思えるというふうにおっしゃってるんですけども、そもそも中村さんにとってのこの失敗ってどういったものなのか。難しいですよね、はい、一番はだから東京にて卒業してですね、広告代理店に入ったんですけど、はいはい、それがちょっとこううまくいかなくて、はい、なんていうの、辞めてしまった、変な辞め方してしまったので、この会社自体、赤坂の一等地にあったんですよ、大きいとこじゃないんですけど、はい、小さいところなんですよ、はい、そういったところのちょっと、じゃあ失敗というか、失敗っていうのがですね、やっぱり大きい東京みたいなところに負けてしまったみたいな意識がとっても強かった。へー、その当時は、でフォークソング の, シンガーでいた人が青森出身の人だったので、はい、なんかあの頃はみんな東北志向みたいな。あ、そうだったんですね、東北志向なの、なんか、なんで東北行くのみたいなね歌もあったぐらいで、なんかこう下向いてこうなんかこうなんて言うんだろうな、投げさま合うようなね、はい、歌ばっかり歌ってた時代もあったので、みんなねそういうそういう時期ってあったんですね、東北みたいな、東北行けばいいんだと、なんか面白いそれ、なんか、はい、学生時代友達と青森の話して恐れ山っていうのがあります、はい、有名な山ですよね、イタコのね、はい、あれで、そういうのも好きなので、はい、スポット的なそこ行かなくちゃいけない、翌日行ってましたから、行動力やば学生だったからね、それで帰りあまり面白くなかったなと思って青森市に行ったら、その私の好きな子戦後の、はい、混乱期にあたるこう闇市みたいなね、はい、市場が、はい、公設市場みたいな、はい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 、それがドワーッとそう40年前ですよね、はい、40年前じゃないか50年前ですねぐらい、ちょうど50年ぐらい近い、はい、いっぱいあったんで、うわなんか それで感動してここに住まなきゃいけないみたいな、そっから青森だったんですね、はい、じゃあ失敗したこととその当時 の東北志向ということとそのフォークソングで憧れてる方たちとも、うん、そこにいたり、実際町もそういった、はいはい、なんか市場で下向いてあるみたいな雪国みたいなね、行く失敗きっかけにっていうあれじゃないですけど、はい、そういったことだったんだってことですね。その学びとかターニングポイントの中でちょっとお聞きしたいのがですね、まずですね言われてるのは22歳の時の就職失敗、1年後は青森に移住ということで、はいはい、50歳を契機に妻のふるさと沖縄に移住されて、それまで沖縄の存在が頭になかったというところなんですけども、もう単純にこの沖縄を移住して中村さんにとってどんなターニングポイントだったのかなというのをちょっとお聞きしたいなというところですね。せかせかしないでいられるっていうんですか、自分のペースでいられる、はい、言葉を変えたら自分らしくみたいな感じなんですね、はいはいはい、でサロンを、はい、やろうと思ってたので、はい、それはそれで適当にやってたわけじゃなくて、はい、一番最初にやるべきものみたいな順列があるじゃないですか、はいはい、まず看板とか、はい、なんとか頼むとか、はい、チラシ作るとかなんかあるじゃないですか、はい、ちゃんと一番最初に重要なものから全部、はい、何項目かあったのに、はい、全部それからやっていきましたので、はい、全然慌てる必要はなかったですね。重要なことからね、やってました。ちょうど前回の話の中で、その沖縄の方に触れたりとか、は
まあ、その町の何ていうんですか、ゆったり感ですかね、うん、まあ、安心感とかも多分そこの中には包含されてると思うんですけども、はいはい、まあ、そういったところでじゃ自分らしくその、うん、自分がやりたいことをやっていけるんじゃないかというところ で、うん、でそう実際来てやっぱ、やれたっていうところでまたターニングポイントになってるってことなんですか。そうですね。やっぱりこの今、そのコロナがですね始まってその中央集権型から地方分散に少しずつ切り替わって移住の方もやっぱ多くなってきてるという中で、うん、やっぱりその中村さんのこの経験談というのはそのものすごく大きい、まあ今主張されている方の一つのまたきっかけになるのかなと思いますね、うん、はい、はい、国頭村認定口薬の森セラピーガイド中村実さんへのご連絡先は国頭村観光協会森林セラピーで検索いただくかメールアドレス ariga10@nisty.com ありがとう -nifty.com へ連絡をお願いします。 LSM レディオの各放送は YouTube で LSM 情報と検索をお願いします。本日は以上になります。 See you!